北海道保険日本を聞けば、やっぱり東京から日本側の保険ですが、ガラリと変わったんでしょうかね。変わったって皆さんもちろん思われますよね。やっぱ優勝もしてますしね。まあ、その要因としては僕は一番挙げられるのはやっぱ新庄の加入でしょうかね。やっぱ彼が入ったことによってやっぱチームの雰囲気も変わりましたし、その本当に、ね、あれだけ北海道ジャイアンツファンが多い中、移転してやっぱりね、日本ハムってどんなチームだみたいな、そういったファンもいますしね。新庄が入っていろんなことを、ね、やって盛り上げて、ファンがそれを興味持って見に来たいっていう、ね、気持ちが出て球場に来てもらって、でその中でもやっぱいい流れになってね、やっぱ試合も勝てるようになって、チームの雰囲気がガラリと変わったんですか。やっぱり雰囲気全然変わったと思いますよ。やっぱ明るくなったし、なんかね、こう前向きな姿勢でこう、ね、やれるし、やっぱ彼はすごいですよ。やっぱりもちろん、ね、持ってるものもありますけど、やっぱり、ね、人には言わないですけどね、まあ、テレビとか出ててもね、何もしてないようなこと言いますけど、やっぱり僕はやってないと絶対活躍できないと思ってるし、絶対陰でやってますし、ね、試合終わった後にね、マシン打ったりとかもそうだし、ウエイト上にね、早く来てやったりとか、じゃないとあの体にはなれないですし、やっぱあのパフォーマンスは出せないですよ。ハーレーで入ってきたりとか、一番すごかったね、天井からね、よくああいうの考えつきますよね、うん、僕らにもやっぱり年上の僕らにもちゃんとそういうこと言って、こういうことやりますからって言って、ちゃんと了承をねもらって、別にどんどんやってくれってことは思うんですけど、別に一回一回見に来なくてもいいぐらいに思ってましたけどね。そんだけやっぱすごく繊細で気を使う人間なんですよね、うん、そういう中でね、うん、でホームランの取り消し事件が、はい、取り消しちゃったんですね。2004年9月20日、まあ、あれはもう僕の野球人生で絶対忘れることのない、ちょっと普段冷静な自分でもちょっと興奮して、ね、冷静さを失ってああいうことをしてしまったっていう、もう新庄君には申し訳ないっていう気持ちがね、やっぱずっとありますよね。彼のねホームラン1本、打点とホームラン消してしまったわけですから、同点でレフトスタンドに、はい、満塁ホームラン、サヨナラ満塁ホームランだったんですよ、うん、で1、2塁間で出会っちゃって、ぐるっと回って、そうです、僕ちょうどファーストランナー、まあ、前の打席で敬遠されてファーストに、もう2、3塁だったんで埋められたんですよね。で新庄ホームラン打って、もうちょっと走りますよね。でセカンドベースも回ったんですよ。セカンドベース回って、もう完全にホームラン入って、あ、勝った、めちゃくちゃ嬉しくて、やったーと思って、そこから引き返して1、2塁間で抱き合ったわけですね。で回ってしまったんですけどね。でその時にこう新庄に寄っていった時に、新庄もなんかあーって感じの、なんか両手を出してそういう仕草したんですよね。で僕はもう気づかないんですよ、もう興奮しすぎてね。でも行ってしまったら彼も抱きついてくれて多分彼は分かってたと思うんですよ。もうあの後僕は本当にもう、なんていうんですかね、申し訳ないっていう気持ちで、こう最後ホーム帰ってきてみんなで集まって、うん、わーってやるじゃないですか。なんかそこの場に入れなかったですよ。なんてことしてしまったんだろうって。いや、なんかウィキペディアで言うと、翌日幸男さんが新庄に謝罪して、何言ってんすか、勝ったんだから、もうその日に謝りましたよ。ごめんねーって、それ全然大丈夫ですよってあんな感じでね、もう蹴ろうとしてましたけどね。まあ、彼だからこそそういうのをねしてくれたんだと思いますけどね。本心は分からないですよまあね、記録よりもね記憶の選手でしょうからね